どうすか、坊ちゃん、この島は。この島は何もないぞ。金もねえぞ、お前。金は僕が全部握ってるからな。おめえらのその、食べたい。最悪なんだけど、こいつ。え？退去させようかな。もうすっかり深夜だから、もうみんな寝てる説あるんだよな。いやだって深夜の11時なんだよ。もう多分この黒い窓になってるとこみんな寝てるんだよな。寝てる。窓に出かけてる。寝てる。寝てる。みんな寝ちゃってるわ。今日ちょっと始めるの遅かったんだよ。ちょっと待って、遊ぼうかな、まず。いや、まずは、悩みを聞くことが大事なんだよな。悩み聞くか。全然悩み持ってるやついね。こんばんは。もう夜も遅いですね。どうしたの？お腹空いた？お前ラーメン前食べなかったって買いに行こうかなんか。エビフライ単品、グレープフルーツ、せんべい。じゃあ今日の僕のご飯、唐揚げ入りのおにぎりだったから、じゃあ唐揚げ揚げてみようか。僕唐揚げ好きなんだよね。唐揚げ揚げてみるわ、じゃあ。いきます。ほい。僕唐揚げめっちゃ好きなんですよね。ワンチャン大好物になるかも。あー、ラーメンほどではないと。え、何あげよう？え、DS あげよう。DS あげて、お前は、DS のゲーム実況もしろ。初代 DS だよ、みんな。DS ライトとかじゃないからね。うるせえな。ちょっとエモと遊んでみようか、じゃあ。遊ぼうぜ。こんな夜中だけど。何して遊ぶ？トラ、運ゲーじゃーん！ガチの運ゲーじゃん。ババ抜きです。交代相手のカードを引きペアが取った勝ちです。どっちにしようかな。お、こいつは純粋だから、こっちにジョーカーが入ってんだよ。それを見透かしたぞ、僕は。何？お！バカめ！待て。こいつはさっきじゃあ僕を騙したから、こっち。よーし！あざす。完全な運ゲーなんだよね。僕は、まあ真ん中行きます。危ない。こけしとかあったらちょっと怖いね。まあ、サボテンって普通にトイレいっぱいだから危ないからね、普通に。あー、僕もそうだけどゲーム実況だけはなぜか長続きしてるね。意味がわかりません。遊ぼうか、どんまい。あ、てか、ミー作りたいな。てか、ミー作ろう。誰もさ、何これ。動いてるところだと鬼に見つからないように近づきましょう。ボタン押してる間だって、すいません。鬼たちできたわけです。何これ、知らない、本当に。こんなのあるんだ。はい。が、はい。危ない。え、動いた？動いてないよ。見間違いだよ、絶対。お前には何を見てたんだ？お前は何を見てたんだ？お前には何が見えてたんだ？トイレットペーパーありがとう。熱血くん夢見てるわ。何の夢見てんだろう。これ枕ないんだよね。なんだこれ。あ、熱は確かにレッドっぽい。いいじゃん、これ。え？面白い。今日どんな実作ろう。だってさ、だって子供作った、大人もてかおじいちゃんも作った、海外の人を作った、あとどんなの作ってほしい。どんな実作ろう。マジでどんな実作ろうかな。さあ、というわけでできました。名前は前田金成、ニックネームは坊ちゃん。この子はね、あれだね、お金持ちの末裔、いや末裔じゃない、息子さん、もう社長の息子、もうすごい、もうお金持ち。何かな、なんかすごいね。なんかこう、できれば、なんかこの、な結構わがままな子に育ってほしいね。わがままな子に育ってほしいって意味わかんないけど。ふん。これでいい。行動はめっちゃゆっくり。言葉はもうめっちゃストレート。何やってんだよ、じいやみたいな感じ。表情は結構豊かなんじゃない？考え方はめっちゃ楽観的。はっきり言ってめっちゃ変わってる。どうだろう、どうですか。お、なごみ系初めて来た。穏やか、マイペース、ナイーブ、デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑っているだけじゃみんなが楽しめる行動する、実はしっこりもの。へえ、そうなんだ。そんな子が出来上がっちゃった。坊ちゃん、どうすか坊ちゃん、この島は。この島は何もないぞ。金もねえぞ、お前。金は僕が全部握ってるからな。おめえらのその食べたい。最悪なんだけど、こいつ。え？退去させようかな。ふざけんなよ、お前、マジで。はい。自分で言うことじゃないぞ。どうしたん？奇抜な服を着たい？これとか、奇抜でいいんじゃないかな。わかんないけど、奇抜って何？はい、あげる。
これ奇抜だよ多分。え、めっちゃ似合う。うざーこいつ、蹴り飛ばしたい。2007年生まれって今何歳？うるさ、まあそういうこと言うタイプじゃない。というわけでできました。名前は神崎りささん、ニックネバーはごぼう。この人はね、ちょっとひもじい人だね。ちょっとなんかあんまりお金を持ってない、まああれだね、みんな昔やってたボンビーガールに出てきそうな人。どうですか、1986年って今何歳？まあ多分ギリ30代なんだろうけど、まあ、こんな感じでいきましょう。行動はね、めっちゃゆっくり。言葉はすごいマイルド。表情は、これなんていうの？ちょっとまあ豊かだね。考え方はめっちゃ慎重。はっきり言って、まあ変わって。いや、上司人、この人は。どうですか？クール系、もじもじ型、我慢強いとか、めっちゃいいじゃん。自分より他人を大切にし、争うことは避ける。でも我慢していると爆発することも。いいじゃん。ごぼうさん、こんばんは。ごぼうさんってめちゃくちゃいいな。めっちゃゆっくりなんだけど、もっと早く帰ってきてください。なんか、どうですか、この島。この人になんかさ、食べさせてあげたいよね。食べさせてあげるか、なんか、いいもの。せっかく来たんだから。耐え忍ぶタイプの女だと思います。じゃあ、そうだな。なんかないかな、いいもの。エビフライとかあげてみる？いや、ここはもうこの高級料理食べさせてあげよう。この人はこういうものに一切縁がない人だったから、それ設定です。あ、設定なんで皆さん思わないでください。結構美味しかった。まあ下、まあキャビアってまあ珍味だから、ね、美味しいってわけじゃないかもしれないからね。どうすか。あ、なんかめっちゃちっちゃいんだっけ確か。あ、悩み事どうしました山さん。誰かと友達になりたいとか。こんばんは。え、親友知恵になってる。お前知恵と仲いいんだ。へえ、どうしたの。と同じになりたい。いいよ、僕の彼女ですね。ね、ここはね、切手に回った方がいいね多分。よし、えらい。なんかよこせ、なんかよこせ、なんかよこせ、なんかよこせ。あ、僕がなんかあげる側になっちゃった。何あげよう。豚あげたでしょ。どうあげるか。お前はま、CD とか好きそう。音楽とか好きそうだよ、この子。というわけで、時刻は朝の10時半になりました。で、この、なんだっけ、めぐみの噴水って言うんだね。めぐみの噴水ってとこに行くと、朝一やってるはずなんで、ちょっととりあえず集金して、300円。ほぼ1000冊しかないね。ありがとうみんな。で、これでめぐみの噴水行くと、朝一があるんだよね。半額になってるらしい。何これ何これ ?10 円安くない？これ、いくらでも買えるでしょ。何これ何売ってんのこれ。え、これ99個買おうよ。安っ。え、買います。え、安くないっすか。え、なんか早速開けてみたいんだけど。何これ遊びか。幸せなんか遊ぼう。あ、これ難しいんだよね。いくよ、本気やろう。危ない。瞬殺されたんですよ。あ、悩みもあるじゃん。どうしたの。ごぼうと友達になりたい。紹介しよう。え、あいつはね、あんまお金の話はしない方がいい。相手を褒めるのは多分違う。聞き手に回ろうか、これは。ナイス。やったじゃん。え、めっちゃ友達いない？僕。すごい出来をするんだけど。なんかくれ。なんかくれ。なんかくれ。いけ。なんこれ、使い捨てカメラ、ありがとう。ちょっとみんな悩み事を抱えてますね。あ、怒ってる、なんか。どうしたの、誰と喧嘩したの。知恵と喧嘩した。ぶん殴って解決しよう。仲直りしてよ。イライラ沈めてください。カビたパンあげてみるか。これでまずすぎて多分、あれでしょ、沈まるでしょ。ダメか。あ、ちょっと減ったし。何あげよう。ハンバーガーとかシザー入れてみる？ハンバーガー4個分。はい。4、3個分か。あ、お腹いっぱいになっちゃった。沈まれ。あ、沈まった！よかった。さあ、仲直りしてこい。ノックの音が気持ち強い気がする。
すごい怒ってるじゃん。あ、よかったー、解決した。やっぱ喧嘩良くないからね、本当に。よかったねー。ごめんね、カビタパン出ちゃって。カビタパンってお腹の満腹度は2分の1埋めちゃうんだね。おはようございます。僕はほとんど寝てません。寝たねじまわします。僕は何でしょう。ごぼうのことはよく知らないんですが、でも、ま、おばちゃん同士、ま、あの人もおばちゃんって年じゃないと思うけど、結構相性バッチリなんじゃないかな、多分。同じおばちゃん同士、多分、意外といけると思いますよ。どうしたの？新しい服が欲しい。ジーニアスに、ふさわしい服あげてみようか。おめでとうシャツ。なんだこれ。買っとくか、これ。今、いっぱい金あるしな。住人から巻き上げとかね。これかわいい。これ買おう。これとかめっちゃ似合いそう。チェックのワンピース。ルーズソックスめっちゃかわいいな。これあげてみよう。はい。どうすか。似合う、普通に。おはようございます。はい。インテリアが欲しい？まあ、結構あれだな。わがままなこと言うね。ゴシック調、絶対エレガント。いや、この人はめちゃくちゃひもじいから、すごいいい思いしてほしいね。エレガントスタイル買ってあげましょう。3万円。クソだげ。あげましょう。ほい。どうすか。なかなかいい部屋ですね。そこはもっと喜んどるよ。動画あげるか。あ、この人は小説とか好きだから小説あげてみるか。小説来そう。シンプルに。あ、小説読んでる静かに。めちゃくちゃ似合うな。せっかくならさ、あそこの椅子とかに座って読めばいいのに。なんで床に座って読むんだろう。落ち着かないんだろうな、多分。ふふ。すやすやと名産らしい、このカビタパンは。終わってる、マジで。